マリーナに入港するホクレア広島観音マリーナは広島県広島市西区観音の広島湾沿いにあるヨットハーバー。海の駅、広島、観、温海の駅でもある。広島県の中核マリーナとして、プレジャーボートの基地と海洋性スポーツの振興及び、広島アジア大会のヨット会場として整備された。1994年アジア大会から暫定で、共用。 1997年4月に第一期工事が終了し供用開始した。運営は当初は第三セクター、広島湾海洋開発。現在は社名変更し広島港湾管理センターが行っている。大田川下流域の大田川放水路と天馬川に挟まれた観音地区最南端にある。同施設内には広島県港湾振興事務所が管理する公園。 観音マリーナ海浜公園もあり、併設するアウトレットモール、マリーナホップやフットサルコート、MFP 広島と共に総合レジャー施設を形成している。西側には空港通りを挟んで旧広島西飛行場滑走路の南側先端が近接している。以下は2011年3月現在のデータである。そもそものきっかけは1987年。 総合保養地域整備方式をご計画された、瀬戸内中央リゾート構想の一つとして整備された、マリンリゾート施設である。それに加え、広島は、国内有数のプレジャーボートの保有数を誇る県では、あるが、それらは、各海岸、河川に不法経流されているものが多いため、県内各地に保管場所が計画された。1994年アジア競技大会招致が、 決定し国際的なヨット会場の整備が必要となり、折からのバブル景気の好調もありマンションやショッピングモールなどが立ち並ぶ総合的マリンレクリエーション施設として拡大整備されることになった。県が51%出資し東京のリゾート開発会社が実質運営する第3セクターの広島湾海洋開発が設立され、 広島湾海洋開発が1991年土地造成工事着工1994年の広島アジア大会においてヨット会場として暫定供用した。マリーナ北川の空き地にテナント募集していた1995年バブル崩壊に伴う不況及び広島西、飛行場近辺の航空法による高さ制限から高いビル建設が不可能であることから リゾート開発会社が撤退し事業の見直しに迫られた。そこでこれら施設を公共施設して県により整備することが決定。リゾート部分は県土地開発公社に委託、存続のため広島湾海を開発に広島市も出資することになった。その後港湾施設を整備し1997年に当時瀬戸内海で最大級のマリーナとして供用開始した。 翌1998年、1999年と2期に渡り、工事が行われた。近くを通る予定だった広島南道路の共用の目処が立ったこともあり、リゾート部分に2005年マリーナホップが完成した。2010年に公表された広島オリンピック構想において、ここをヨット会場として利用する計画が上がった。なお2010年をもってヘリポートを残して、 広島西飛行場の定期が便廃止され、航行禁止区域の見直しや新規建築物の高さ、制限の解除が検討されている。野外コンサート会場としても利用されている。なおサウンドマリーナとセストックはもともと同じ野外フェスで2002年以降分裂したことから、ここでは平気を用いている。ありがとうございます。